シュウメイギクがですね、満開になっています。秋の花、シュウメイギク、綺麗ですね。ここにあるシュウメイギクはですね、白いシュウメイギクです。他にもですね、ピンク色のシュウメイギクがあると聞いてますけれど、私の家にはですね、この白いシュウメイギクしかありません。シュウメイギクはですね、下の方に葉っぱがついていまして、そして長く茎が伸びて、その先にたくさんの花をつけています。一つの茎から花がですね、たくさん出ています。これが特徴的な咲き方ですね。はい、風に揺られてですね、非常にいい秋の感じがしています。開花期は9月から11月です。草丈は30センチから150センチぐらいです。私のところにあるシュウメイギクは150センチぐらいありますね。はい、日当たりについてはですね、直射日光が長時間当たらない半日陰を好みます。水やりについてはですね、プランターの場合はですね、土が乾いたらたっぷりやります。地植えの場合はですね、水やりは不要です。肥料についてはですね、与える時期は春と秋になります。地植えの場合はですね、私はほとんど与えていません。それでもですね、毎年綺麗な花が咲いてくれます。春以降、地下茎でですね、どんどん広がっていきます。放っておくとですね、もうどんどん増えてきますので、必要以外はですね、切り取った方がいいかと思います。そして冬場はですね、地上部が枯れますので、地際から刈り込んでおきます。秋の風情を感じさせる花、風に揺られるとですね、とても優雅な花です。